岡田良介は、大阪府大阪市住吉区出身の元プロ野球選手。宇藤左だ。東洋大学時代小学生時代に、住吉少年軟式野球連盟へ加盟する大量ストロンガーズ、中学生時代に、公式野球の住吉ボーイズへ所属。PL 学園高校への進学後は、1年秋からのベンチ入りを経て、2年時の夏から中堅種のレギュラーとして、 大外試合に出場した。2年時の秋には、近畿地方の周期大会に出場したが初戦で敗退。第90回全国高等学校野球選手権、記念大会の予選を兼ねて、特別に開かれた3年夏の選手権、南大阪大会では、決勝戦で近畿大学附属高校と延長戦を展開した、末に、サヨナラ負けを喫した。在学中には、 春夏ともに阪神甲子園球場での全国大会へ出場はなかった。高校の2年先輩に前田健太がいた。東洋大学では1年時の春から東都大学野球のリーグ戦へ出場。チームが春季リーグ戦で優勝し第58回全日本大学野球選手権大会への進出も果たした。2年次、3年次には 全日本大学野球選手権で2年連続の優勝を経験し、3年時には大学日本代表候補に選ばれた。大学4年時には首相を務めたが、春に右膝の全十字じ帯を痛めたため、7月に再建手術を受けた。在学中にはリーグ戦で通算71試合に出場。打率203本塁打18打点という記録を残した。 大学の一年先輩に藤岡隆弘や鈴木大地がいた。2012年の NPB ドラフト会議で阪神タイガースから6巡目で指名。契約金3000万円、年俸660万円という条件で入団した。背番号は65。入団会見の際には対戦したい投手としては前田健太を挙げた。2013年には 大学4年生の時に受けた右膝手術の影響で、春季キャンプ前の新人合同自主トレーニングから別メニューで調整。春季キャンプ以降も2軍で過ごしていたが、公式戦開幕後の4月30日に入団後初めての1軍昇格を果たした。5月3日の対東京ヤクルトスワローズ戦6回裏に2塁打を放ったマット・マートンの代走として1軍、公式戦デビューを果たすと、 自打者、伊藤早田の左翼前アンダで、一軍での初得点を記録した。しかし、以降は一軍公式戦一試合に、ダイソーへ起用されただけでシーズンを終えた。ウエスタンリーグの公式戦でも、48試合出場で、打率、215、5打点、6盗塁という成績にとどまったが、シーズン終了後の周期キャンプでは、ゼネラルマネージャー付け育成打撃コーディネーターとして、 球団に復帰にした掛布正幸からオールラウンドで長打力もある怖い一番に育ちそうと絶賛。キャンプの終了後には一軍監督の和田豊か,からキャンプの最優秀選手に選ばれた。キャンプ終了後に派遣された台湾のウィンターリーグでは全21試合に出場。リーグ最多の11盗塁を記録した。2014年には春季キャンプで主力選手が 中心の沖縄組へ最初から参加。伊藤や福留康介などと西右翼手の座を争い、開幕一軍入りを果たした。開幕直後の4月2日に出場選手登録を一旦抹消されたものの、5月11日に再登録。5月13日の対広島東洋ガープ戦では、一番右翼手として一軍公式戦初のスタメンに起用されると、 一軍公式戦での初安打と初投類を記録。聖波交流戦期間中の6月7日の対オリックスバファローズ戦では5回裏の第2打席で一軍公式戦初打点を東名大器からのソロ本塁打で記録した。一軍公式戦には28試合の出場で打率246、2 24本塁打、5打点、に投類を記録したが、 中盤からに調子を落としたために軍へ逆戻り、9月には2軍での守備練習中に右膝を痛めたため、半月板のクリーニング手術を受けた。2015年にはウエスタンリーグ公式戦97試合へ出場。打率231、4本塁打、19打点、6盗塁を記録したが、入団後初めて1軍公式戦への出場機会がなかった。 2016年には2年ぶりに開幕1軍入りを果たし1軍公式戦21試合へ出場。7月には月間打率286を記録するほど好調だったが通算打率は167に終わり2017年には1軍公式戦への出場機会がなかった。2018年には春季キャンプを2軍選手主体の秋組で過ごした。しかし キャンプ中の実戦6試合で打率、632を記録するほど打撃が好調だったため、オープン戦の途中から1軍へ昇格。昇格初日の対福岡ソフトバンクホークス戦9回、表西に代打で出場すると、チームのオープン戦、第1号本塁打を、デニス・サファテからのソロ本塁打で記録したが、シーズン中は2年続けて2軍生活に終始した。 ウエスタンリーグ公式戦には93試合の出場で打率2716本塁打32打点を記録2軍の8年ぶりリーグ優勝を経て臨んだ巨人とのファーム日本選手権では6番指名打者としてのスタメン起用で無安打に終わりながらもチーム12年ぶりの選手権制覇を経験した選手権の終了後も宮崎に滞在しながら フェニックスリーグへ参加したが、10月15日の試合で二塁への盗塁を試みた際に、右膝の関節を捻挫。自力で立ち上がれなくなったため、グラウンド上から担架で病院に運ばれた。前述したように、大学時代から右膝を何度も故障していたことから、この捻挫によって現役からの引退を決意。同月30日に、球団から戦力外通告を受けたことを機に、 引退を表明した。戦力外通告の際に転身を打診されていた阪神球団の職員として広報部に配属。配属直後の2018年12月に収録された国く完成の平成最後の関西駅伝ナンバーワン決定戦では現役選手以外の球団関係者からただ一人阪神タイガースチームへ参加すると 背番号65のユニフォーム姿で2区を走った。遠投で120メートルの強剣と50メートル走で5秒8の瞬速の持ち主で外野手としての守備範囲も広い。打撃はコンパクトなスイングが持ち味で思い切りの良さや勝負強さを備えていた。東洋大学時代には当時の高橋昭夫監督から4番打者に起用された。その高橋からは 今岡誠、檜山慎次郎を超える逸材と評価されていた。両親も阪神ファンで、子供の頃には阪神甲子園球場で阪神の試合を何度も観戦をした。当時憧れていた選手は新庄剛志だった。大学時代のザウの名は一心不乱。父親が使っていた重さ1 3 0 0ムのマスコットバットを小学5年生の時に譲り受けて以来、 お守り代わりに持っている。阪神への入団後も遠征の際などにこのバットを振っているという。当時は一年先輩の鈴木から様々な影響を受けたとのことでインタビューでも鈴木への敬意を示していた。阪神入団後の2016年に2015年1月から交際していた同い年の一般女性と結婚。同年11月27日にはその群れに加えて すでに第一子を授かっていたことを発表した。金本智明が一軍監督として、阪神に復帰した2016年3月4日には、スタメンで出場していた、ソフトバンクとのオープン戦6回表に迎えた打席で、鍛冶やレーンから右膝に指球を受けた。打席で、苦問の表情を浮かべた方に、金本は、骨か肉かと質問。これに対して、型は、肉です。 大丈夫です。と答えながら一塁へ出たため、金本イズムが浸透していることを表すやりとりとして注目された。ありがとうございます。